国民の皆様、内閣総理大臣、野田義彦です。今回は、社会保障と税の一体化学にかける私の思いを直接皆様にお伝えをしたいと思います。昨年の東日本大震災の発災によりまして、我が国は3つのことをやり遂げなければいけません。1つは、震災からの復旧復興。2つ目は、原発事故との戦い。 そして3つ目が日本経済の再生ですこれらの問題を解決するには魔法の杖はございません一つ一つ丁寧に乗り越えていきたいと考えますこの大震災が発災をする前から実は日本は様々な課題を抱えておりましたその一番大きな課題がこれからお話をさせていただきます 社会保障と税の一体改革でございますこの一体改革は3つの点において待ったなしです第一は社会保障の機能強化という意味において待ったなしの状況でございます残念ながら出生率は少し歯止めがかかってまいりましたけれどもこの国で子供を産みそして子供を育てるという雰囲気がまだ 十分にできておりませんこの少子化に早く歯止めをかけていかなければなりませんそのためにも子ども子育て世代に対する支援が必要でございますもう一つは私は先だってこの首都圏のある郊外の団地をお尋ねをいたしましたその団地の高齢化率は41%でありましたまさに今日本においては 都市が老いてきている状況であります医療・介護とまちづくりを一体として進める地域包括ケアが急務でございますこのように若者からお年寄りまで安心できる全世代対応型の社会保障への転換これが待ったなしであります二つ目は持続可能な仕組みづくりが 待ったなしであります日本の社会保障の根幹は昭和36年にできました国国民民年金国民会保険制度の創設でございますこの頃は多くの働き盛り若者が一人のお年寄りを支えるいわば胴上げ型の社会でした今は一人のお年寄りを3人で支える いわゆる騎馬戦型の社会になりましたこれから約40年もすると今度は一人が一人を支える肩車の時代になります肩車の社会をぜひ皆さん想像してください下で支える一人が病気になったり仕事がなくなったりすればどうなるんでしょうかそれはおよそ40年後と申し上げました今の若者たちが40年後には 肩の上に乗る世代になるんですそのことをぜひ十分に念頭に入れていただきたいと思いますこのように人類が経験をしてことのない超高齢化が進んでいますので今医療や介護の負担増今の制度を維持しているだけでも自然と増えていくお金がかかるお金が約1兆円ですその1兆円というのは1万円札を平積みすると 高さ1万メートルです。エベレストよりも高い高さになります。それぐらい毎年自然増で社会保障費が膨らんでいるという状況でございます。こうした状況を考えると、働き盛りの保険料を中心に考える時代はもう無理です。将来の世代のポケットに手を突っ込んでお金を借りるというやり方も取るべきではありません。ということは、今を生きる世代が広く薄く、 負担を分かち合う消費税を導入して社会保障を支える安定財源にしなければいけないこれが待ったなしの状況であります3つ目の待ったなしは日本の信用が待ったなしという状況でございます欧州債務危機はこれは対岸の火事ではございません火の粉がいつ日本に及ぶか分かりませんそのことには 強いいいいいを持っていななけければいけないと思います社会保障を維持するためにあるいは強化するためにその財源をしっかりと確保すること日本という国は財政規律を守る国なんだということを内外に行動で示すべきだと私は考えていますこの待ったなしの一体改革を推進する前にまず政治がやるべきことがあるだろう あるいは霞ヶ関はやるべきことがあるだろうこれが国民の皆様の思いだと思いますその強い思いを私たちはしっかり受け止めてまいりますこの国会中に議員定数の削減そして国家公務員の人件費の約8%の削減さらにはこれまで特殊法人と言ってきましたけれども今独立行政法人というようになりました この独立行政法人を約四割減らすことそしてかつて元財務大臣が一般会計はおもやです特別会計は離れですと表現をしましたおもやではお粥をすりながら切り詰めても離れではすき焼きを食べて贅沢放題していると言われた特別会計の改革も着手をいたします離れをなくしておもやに集中して国民の皆様のチェックがきくように すすするる改革も断行をする決意でございますこうした政治改革行政改革はもちろんやらなければなりませんが合わせて一体改革と同時並行に日本経済の再生もやり遂げなければなりません日本銀行としっかりと連携をしながら円高デフレの克服に全力で努めてまいりますこれらの 包括的な改革をするためには何としても国民の皆様のご理解が不可欠であります社会保障は世代を超えて日本人同士が支え合うその仕組みでありますこの原則は負担なくして給付なしです誰かが負担をしなければ給付はありませんそのことはぜひご理解をいただきたいと思います今までは 将来の世代に付けを回すやり方をしてまいりました。でも、今さえ良ければいいという無責任なことはもうやめるべきだと私は思います。そこで、すべての世代の皆様にお願いをしたいと思います。まずは、団塊の世代の皆様。皆様におかれましては、これまで日本経済を支え、日本社会を支えていただきました。今皆様は ちょうど年金受給世帯に差し掛かってまいりましたあと10年もすれば皆様が75歳になります常に日本の世論をリードし流行をつくってきた皆様に改めてお願いをしたいと思いますこれから皆様,の皆様の社会保障を支える世代のこともお盆ばかってぜひこの一体改革についてのご理解その世論づくりの先頭に 立っていただきたいとお願いをしたいというふうに思いますそして次に現役世代若者の皆様にお願いをしたいと思います自分たちは多くのお年寄りを支えなければいけないついてない世代だなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんでも今日の豊かな社会を作ってきたのは私たちの先輩世代皆さんの親御さんの世代であります そのご努力の積み重ねによって今の日本がありますその支え合う構造をしっかりバトン受け継いでいただきたいと思いますもちろん支える側に対しても社会保障の受益を実感できるような改革を私たちは成し遂げていく決意でありますそして今子育てにご奮闘をいただいているお父さんお母さん そして、子育てとキャリアを両立させたいと強く願っている多くの女性の皆様にお願いをさせていただきたいというふうに思います。これまでの日本は残念ながら子どもそして子育て世代に対する社会保障という観念が希薄だったと思います。ぜひ、子ども子育て新システムを作るために 私子どもを安心して産める働こうと思った時に子どもを預ける場所はないということのないようなそういう社会をつくるためにぜひ皆さんとともにこの改革を成し遂げていきたいと思います国民の皆様のあらゆる世代の皆様のご理解とご支援が不可欠でございます私たちは不退転の決意で この社会保障と税の一体改革をやり遂げる決意です皆様の後押しを最後に改めてお願いを申し上げたいと思いますよろしくお願いをいたします